はい、皆さんこんにちは、バンダリの龍一です。今回はですね、信長の野望の中で、大阪のシーンですね、プレイをしていきたいと思っています。ツイッターの方で、ちょっとね、宣伝というかそのアンケートというか、大阪の陣を単発プレイ、するにあたってどの武将がいいかっていうのをね、投票形式で、アンケートをさせていただいたところ、後藤又兵衛というのが一番多かったので、今回は後藤又兵衛で大阪の陣、こちらの方のプレイをやっていきたいと思ってます。では早速プレイを始めていきたいと思います。で、今回はですね、単発プレイということもありますので、主に、イベントとイベント回線、お届けしていこうかなと思ってます。間々に入ってくる内政に関しては、スキップをさせていただこうかなと思ってますので、その点だけはご了承をいただければと思います。では早速続きを始めていきましょう。いや、続きじゃないですね、早速プレイの方を始めていきましょう。ここは家康が大阪を攻める契機となっているところがね、書かれているところになります。秀吉の残した莫大な富を持つ豊臣家は難攻不落の大阪城において健在であったというところですね。家康はこの富を消費させるべく、秀頼に多くの寺社造営修復を進めており、秀吉ゆかりの方広寺大仏殿もその一環として再建が進められていた。これは方広寺大仏殿の次元ですね。しかし完成を目前にして一つの事件が起きる。海岸供養も大仏殿供養も取りやめようと。これは片桐勝元ですね。ここに刻まれている文字が家康を、なんていうんですかね、ぶった切ってるというか、分けさせていて、君臣崩落と、豊臣が繁栄するっていうようなところで、激怒したと、イチャモンだとは思うんですけどね。この辺りはちょうど先週の、先々週になりますかね、真田丸で描かれていましたよね。片桐勝元が九度山に幽閉されている真田信繁、雪村のところに行って、この辺りの話をね、やっていたところだと思います。で、ついに真田丸の方では雪村信繁が大阪城の方に入りましたよね。いよいよ大阪の陣が始まって、真田丸大河ドラマの方も大詰めになるのかなというふうに思っています。で、こちらは勝元の居城、茨城城ですね。加藤清正ももうすでに死んでますと。で、福島正則も身動きが取れない。この辺りですでに豊臣家が一枚岩ではない感じになってますよね。大野晴長と片桐勝元の間でこの有様ですからね。
まあ、実際大阪の陣で豊臣方に味方をしたいわゆる大名家というのは、まあ、一つもなく浪人衆をね大量に召し抱えただけなんですが、今回プレイするこの後藤又兵衛もその一人ですよね。もともとは黒田官兵衛の家臣で、代替わりで長政に変わった後、まあ、長政と何かにつけて折りが悪かったと言われてますが、まあ、それで、まあ、黒田家を出奔、その後は長政のなんていうのかな、この横槍が入って他家に仕官することもできず浪人生活を送っていたと言われているこの後藤又兵衛ですが、ここで大阪城に入城という流れですね。さあ、これで後藤又兵衛が入城するというところまでご覧いただきました。じゃあこの後は、あの冒頭お話したように内政のところはスキップをさせていただきながら進めていきたいと思います。さあ、宝光寺の鐘に刻まれた文に門にかな、家康を害する意図などなかったと釈明に向かった勝本であったが、結局会うことができたのは正純のみであったというところですね。ここも真田丸でも書かれてましたよね。ただ真田丸の中では今、画面に出ている3つの策、これは勝本が実は考えたもので、徳川側から言われたものではなかったというところですね。一つは秀頼が参勤交代、もう一つが、大阪を離れて他の国に国替え、もしくは、淀殿、まあ、茶茶が江戸に人質としていくと、この3つの中から1つを選びなさいということになってますね。で、これも真田丸の中でも書かれていましたが、大蔵卿も実は、駿府の方に行っていて、勝本は家康に会えなかったものの、大蔵卿は家康に直に会ったというところですね。で、結局勝本は大阪城を退去するんですが、これが決定的な亀裂になって大阪の陣が始まるというところになります。徳川の臣である勝本をないがしろにし、天津さえその命を奪おうとするとは、それが大阪のやり方であるかというふうに今ね画面でも出てますが、ここから一気に大阪の陣、まずは冬の陣ですね、始まろうかというところになります。
さあ変わって今度は仙台藩なので伊達の話になりますね。大阪の仙雲は遠く離れたこの奥州の地にも低く暗く立ち込めていたと。この政宗の、もうだいぶ、こうなんていうんですかね、重厚感の出る年を重ねた感じになってますよね。そしてここで伊達の鉄砲騎馬が出てきますと。今度はこれはキリスト教信仰の禁止を全国に拡大したというところなので、これは明石の話かな。そうですね、明石照澄の話が出てきました。元は、宇喜多秀家の重臣として、仕えていた武将ですが、関ヶ原の戦いで宇喜多側、西軍が負けて、この明石は逃亡生活に入ったというところですね。このあたりはイベントが続きます。今度は真田の話ですね。で、この真田家の当主信行は大阪の陣参陣の際にはもうすでに病を患っていて、出陣したのは息子たちが出陣したというところですね。大御所が生きておられるうちになんとか許されればと思っていたが、このようなことになるとはというとこですね。
さあ続いては毛利勝長の入場のイベントになりますね。今度は長宗壁の話になりそうですね。ちなみにこの長宗壁は大阪の陣もし勝つことができれば土佐一国を与えられるということで、大阪方に味方したと言われてますね。で、この長宗壁に従う武将たち、まあ、兵たちっていうのが、数百から千人規模に膨れ上がって大阪城に入城したというふうに言われてるそうです。そうですね、最初は従者も 2,3 人しかいなかったが、大阪城に着く頃には1000人にもなっていたと。で、土佐一国の恩賞を手に入れるため大阪城に入城と。続いては雪村になりそうです。紀州工藤山と書いてますね。正幸雪村の親子が14年近くここで過ごしていたということになっています。真田丸の中では明石照澄が、この雪村のところに迎えに来て、一緒に片桐勝元も来ていたという形になってますね。
まあ、ここは伴直成、杉田兼助、まあ、この辺りの話が続くようなところになりそうですね。今出てきたのが、大阪の五人衆ですね。この大阪の陣では、積極出撃策と籠城をするっていう、まあ、この二つの作戦どっちにするかっていうのが、最後の最後まで割れて、まあ、結局籠城戦になる、籠城を選ぶわけなんですが、まあ、そこで意見の一致を見なかったとも言われています。ここで、その様子が、まあ、描かれている。そんな場面ですね。今度は真田丸築城の話が出てくるのかなと思います。ここも、見ていきましょう。ああそうですね。これも、その、雪村が徳川方に寝返るんじゃないかということで、この出城をね、使うために建てたんじゃないかとも、この大野春菜が、まあ、大阪側は見ていた節があったとも言われているんですが、まあ、実際は皆さんご存知の通り、もちろん、徳川方に寝返ることなく、雪村は戦っていくわけなんですが、その真田信忠、まあ、正幸の弟ですね、
が雪村を寝返らせるべく、まあ、徳川方に寝返れば領地を与えるというね、寝返りの調略を行うものの、雪村は寝返らなかったというとこですね。さあ、それではいよいよ、イベント回線の方が始まろうというところになります。真田丸で佐竹軍、上杉軍を迎え撃ちましょう。さあ、それでは時間がちょっと長くなってきましたので、このイベント回線まで、お届けをしていきましょう。まずは佐竹軍を撃破ですね。まず布陣を見ますと、味方1万5000ですが、大野春長が1万2000ですね。で、敵方の総大将は上杉景勝、総勢8000というところになりますね。そしたらまずは囲めるだけ囲んじゃいましょう。早めに決着をつけた方がいいかなと思いますので、寄せての進行を食い止めるべく駆けつけた木村重成であったが、配下の兵士は寄せ集めで戦慣れしておらず、敵の激しい銃撃に足がすくみ動くことができずにいた。この又兵衛の勇敢な行動がきっかけとなり、大阪方は猛反撃を開始。寄せ手を大きく押し返すことに成功した。後藤殿、お怪我を。何のこれしき。ここでわしが討ち死にしておれば、大阪の命運も尽きたやもしれぬ。かすり傷で済んだの。秀頼公の幸運は強い。この戦、我らの勝ちよ。さあ、木村重成隊の士気が上がってるということなんですが、まずは佐竹隊を殲滅に向かいましょう。で、大野春長はまだ操れないですね。自分では動かせない状況が続きますので、まずは佐竹隊を先に潰しましょう。で、持ってる戦法を見ると、後藤又兵衛が追い打ちを持ってますね。で、この後木村重成の方も確認をしていきましょう。
ここで王の春長が使えるようになりましたね。兵数が 12,000 から 7,200 に。ちょっと減ってますが、罹患が使えるんだな。であれば、罹患が使えるようになるまでの間に、徐々に後藤隊の方にすり寄らせましょう。で、敵を一箇所に集めてから罹患を使った方がいいですからね。で、佐竹隊に関しては、攻撃しましょう。木村隊と後藤隊で引き際は心得ています。攻撃して殲滅します。でここから上杉景勝のどうだろう、兵数でいうと5000ぐらいになるんですかね、が出てくると思いますので、その5000が出てきたところで王の春長の罹患を発動させていきましょう。影勝がいて庭長重がいるという体制になってますね。そしたらこの川で迎え撃ちましょう。承知いたしました。承知しました。これで決めます。やってくれるな。かかれ。でここで影勝が来ましたので、影勝に対してここも囲んでいきましょう。直江兼継とかも出てきてますね。でここで相手がコブと挑発を使ってきて身動きが取れなくなりましたので、王の春長を後ろに回り込ませてここで罹患を使っていきましょう。で又兵衛がこのままだと敗走するので又兵衛を下げます。というところでまずは最初のイベント回戦、今福の戦いに勝利というところになります。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとプレイ時間の方は長くなってきてます。ここで一旦終わりにしてですね、この単発実況の続き、次回お届けをしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。